トランスメディテラネアン航空はレバノンの貨物航空会社。レバノンの首都米ルートに本拠地を置き、トマ、またはトマカーゴとして知られているアラブ航空会社機構の一員。トマは1953年に貨物と旅客の不定期便の運航会社として航空会社の道をスタートさせ、1979年にはその運航を貨物に特化させた。当時は 初の貨物のみで世界的なサービスを提供する航空会社であったが、冷戦下の1970年代から現在に至るまでのレバノンにおける正常不安によって、その経営は困難に陥った。1981年10月23日、エンジントラブルを起こして、成田空港に引き返した同社のボーイング707が台風24号の強風を受けて滑走路を、 逸脱する事故を起こしている。1996年11月には、ホライゾン2000というレバノンの再建計画により、運行の現代化を図るととも経営の正常化を模索している。現在、トマの株式は、レバニーズエアインベストメントホールディングにより99.0%、個人投資家により、残りの1.0%を所有されている。 2004年2月に主力機のボーイング707の安全性が疑問視されて以降、すべてのフライトを休止したが、その後2008年にメットエアウェイズが経営支援を行い、エアバス A300 を一機新たに取得した。ちなみにこの機体は元ギャラクシーエアラインズの j a a に GX である。2010年に運行を再開したが、現在は運行を停止している。 1984年に撮影されたトマの B707 型、期2010年12月現在、15都市に就航中である。アフリカ中東ヨーロッパかつては、東京国際空港や新東京国際空港にも乗り入れていたが、湾岸戦争が本格化した1990年代以降は、日本の他東南アジア周辺国、北米等の乗り入れを中止している。中止した路線は、 以下の通り、極東地域と南アジアヨーロッパアメリカカナダ、ありがとうございます。